ルーファス・トーマスという曲の一人ですね。ウォーキング・ザ・ドッグという、意味としては仲のいい友達をうろうろするよっていうような、そういうような意味でした。では、次の曲いきましょうか。 ちなみにあの名前にブルースエンドっていう名前つけるだけあって、今日はいろんなバリエーションのブルースをしたいなと思ってます。で、2曲目はですね、マジックサムのですね、曲で、You Belong to Me というやつを見たいと思います。ラブソングですね。じゃあ行きましょうか。 I just
てはですね、ジミー・リードという人の曲でですね、Baby What You Want to Me Do ってやつを入れたいと思います。まあ、この曲はですね、まあ、プレスリーもやれば、ティナ・ターナーとかね、いろいろやってます。まあ、僕は君の言いなりになるよみたいなラブソングです。ゆったりしたリズムで、やりたいと思います。合いの手お願いしますね。いや、行きましょう。Thank you.
かのブンブンブンという曲がリクエストです。でブンブンブンってあの意味わかります？あの女性とブンブンするとかって意味なんで、多分ねこれちょめちょめということだと思うんですよね。これ山城慎吾やったらですけど。じゃあ行きます。山城慎吾の顔を思い浮かべながらこれ聞いてください。娘の前でやめろや。あ、そうか。ごめん、あの同様のブンブンブじゃなくてごめんね。じゃあブンブンブン。
大きな拍手を。さあ続いてバンド最年少、変拍子の大好きなカモノはじめ。ありがとうございました。